こんにちは。こんにちは、生徒道明です。トライに入塾した理由を教えてください。はい、私がトライに入塾した理由は3つあります。1つ目は学習習慣を確立するためです。2つ目は苦手科目を克服するためです。3つ目は部活中心の生活から受験勉強中心の生活への切り替えがスムーズにできると思ったからです。はい、ありがとうございます。トライでそれは実践できていますか？はい、実践できています。これからも一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。こんにちは、講師の伊丹です。講師になったきっかけを教えてください。はい、こちらです。高校の時の先生に憧れてということで、私は高校生の時にめちゃくちゃ数学が苦手でした。でそこで出会った担当の先生が数学を教えるのがすごく得意で、そのおかげで数学が好きになりました。で私もそのようになりたいなと思い、ここを選びました。はい、ありがとうございます。はい、では指導中に意識していること、注意していることがありますか？はい、そうですね。はい、裏技をたくさん用意するということです。ここが学校と違って1対1の指導をしています。ですのでその生徒さんに分かりやすく教えるためにも、裏技をたくさん用意するように気がけています。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さんもここで頑張っていきましょう。こんにちは。こんにちは、講師のあみだです。トライで働き始めたきっかけを教えてください。はい、私がトライで働こうと思ったきっかけは、分かりやすく伝えるスキルを磨きたいと思ったのと、自分の知識を誰かのために使える仕事がしたいと思ったからです。ありがとうございます。では指導中に注意していること、意識していることがあれば教えてください。はい、私が指導中に意識していることは、何でも質問しやすい雰囲気作りをするということです。個別指導塾ならではの先生との距離感で、学校では質問しづらいようなことでも何でも質問できるような雰囲気を作れたらいいなと思っています。皆さんも頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。